くらえ。よっしゃー、この俺がプレッシャーをかけろと言い訳があったつか。いいから帰れ。よーし、これで銃を手に入れたぞ。これでもしかしたら戦況は変わるかもしれない。何度目のトライかは聞かないでくれ。あれ銃だろ、あれ銃だよな。バルダーソードでもう一つリンファイヤー来たー。誰に装備させればいいんだ、リムファイヤーなんて。ミルディンか。まあ、こん中だとミルディンかフォルカスかってところだよね。フォルカスはナイトメアの仕事があるからミルディンじゃない、やっぱり。ミルディンなんかに装備させて突っ込ませたら最強じゃない。リンファイヤー、リンファイヤー。ん ?288? あれそんなに強くない、あれそんなに強くない、あれ全然こっちの方が強いけど。クロスボウ持たせた方がめっちゃ強くない、あれ。ああ、わかった。わかったわかった。これクロスボウでいいや。これクロスボウ持たせて、キュアシーズン持たせた方がいい。うん。これでいい、これでいい。あ、これでいいね。で、いい、いい、これでいい、これでいい。でだ。でだ、でだ、でだ。多分、こういうのは、僧侶とか魔法使いに持たせておくんじゃない?だからこれ、バルダーメイズの代わりに、ちょっと待ってな、調べよう。投射攻撃用武器。最も小型の拳銃。手の中に収まる大きさのため暗殺に用いられた。無限だもん、射程が。でもちょっと待って、こんなん装備させたら、宝がただただ持ち腐れるよな。てか、あれ?ちょっと待って。射撃は上がらないんじゃん。あ、そうなんだ。これは知らんかったな。あ、そうなんだ。射撃上がんねえんだ。結構終盤だよね、多分。敵リーダーを倒さないといけないときてるもん。アンビシオス。あいつのステータス壊れてるよな、絶対。もう前回である程度作戦はできてる。まずは画面端を取る。オセロと同じよ、端を取った方が強い。そういえばこの前アプリ調べてたらオセロニアってなったけど、あれ面白いのかい。ちょっと面白そうだなと思ったんだけど、でもなんかよーく見たらなんか全然オセロ要素少ないなと。マス目もなんか少なかったし、おやおやって思ってやめたんだけど。あるよねー、なんか頭脳バトル的なものを掲げといて、なんか全然普通に課金ゲーみたいな、課金してるやつが一番強いみたいな。ダメなんだな俺そういうの、ハマれないんだな。だから最近はメタルスラッグアタックとかみたいに、なんて言うんだろう、まあ、あれも課金してるやつが一番強いんだけど、なんていうか、なんて言うんだろうな、こう見てて楽しいというか、見てりゃいいものをやってるわ。自分で操作する気になれんのだよね、もう疲れちゃうっていうかさ、なんか操作するの。ヒーリングでいいんじゃない?カノプソヒーリング。てか、ちょ、ごめん。一つ前の戦いの体力が引きつかれるの忘れてたわ。めっちゃ危ねえな。油断するなぁ、ショー。ヒーリング。誰が一番食らってる?佐々木くんかな?あー、佐々木くんだな、これ。うわぁ!うわぁ!ミルディン、うわぁ!でもミルディン回復効かないんだよね、確か。ここは。あー、失敗したなぁ。まず先にミルディンを回復するべきだった。
ナイトメアはどこまで届く？はい、忘れてくれ今のは。なおも戦う望むのは君ら海軍だ。この島に再び地図もたらし、我々ロスレインとしたのに。うちのランスロット返してほしいんだが。なんかランスロットを助けた頃には死んじゃいそうだな。なんかわかんないけど、なんかわかんないことはないんだけどさ、そんな気がしない？助けたと同時に生き絶えそうな気がする。よし、いい回復量だ。スペシャル棒、スペシャル棒、何がスペシャル棒だった？はい、危険なのはね、危険なやつらは基本的に同じだ。チャーム、いやチャームもったいない、まだチャーム打つ。ゆば、油断、あれ、え、違うね。リンファイア、え、え、あーなるほど、リムファイアってマジでこれ背中から打ちゃ一撃みたいなこと、つまり。はあ、なるほどね。はい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 。背中から撃ちゃ一撃だけど、ってことね。うんうん。あったあった。よしよしよし。いやー、弱ってる方か。まあいいや。まあいいでしょ。あいつに暴れてもらおうや。お、離れて。で、サンダーフレアを。え、ダメか。でもここら辺打てば誰か当たんじゃないの。ここ打てば誰か当たる、誰か当たる。ステージを回転させていただけませんか。待機しようねえ。ここに行って、あれ、分かってる、分かってるよ。俺はミスをしたんだろ。ああ分かってる、俺はミスをした、認めよう。そうだな、取り返しのつかないぐらいのアホのミスをした。でも大丈夫、こんなこともあろうかとループさんは念入りに強化してある。魔法装備させんの忘れた。アホしたー、マジで。マジでアホだった、本物のアホだ。辞書でアホって調べたら俺の名前出てくるわ。あの余計な、余計な操作に。おい、出てきた。大丈夫、翼くんには当たらん。助けてくれー。しかもこいつループさんだ。かわす、任せとけって。死んじゃう、死んじゃうよ、死んじゃうよ、ループさんが死んじゃうよ、ループさんが死んじゃうよ。ループさんお願いだからかわして。よし、ナイス。こんな執拗に殺しにかかってくることある？そんなに執拗に殺しにかかることないよ。そうだよそうだよ、バカかこいつの。何？ああ、ヒーリングプラス。確かにそこには一人ダメージを食らってるやつがいるな。でも言って80ぐらいだろ、そんぐらいいいじゃないか。過保護だな。うちなんか見たかいわ、ボロボロよ、ボロボロ、ボロ雑巾とはこのことよ。よし、こんにちは、パフニールを下ってください。この強さ、この強さだよ。ヒーリング、こういう時にヒーリングプラスじゃないのが、てかヒーリングオールじゃないのが悔やまれる。でも大丈夫、全員で手厚く回復しよう。いいよ、
なんてたって翼くんじゃんも翼くんでもループさんでも死んでしまった瞬間俺はゲームオーバーだ。そういう縛りが、いや縛りじゃない、それはもう正確に言えば当然、当然だ。友をなくして戦える。尊の弓、あれ全然届かねえな。前に出ようか。ここは強気に前に出る。なぜかってこの前に出ることによって敵も威圧されるから。何何、そしたら前に出て雷神の弓、へいへい。で、サンダー、サンダーバード、いやサンダーヒストリーみたいなやつ、サンダーフレー、そうこれこれ、おっしゃー、これでまた一人ずつ俺たちは確実に強くなってる。自分に自信を持って、みんながみんながみんな自分に自信を持ち始めてる。これはね、怠慢だなんだっていう人もいるよ。傲慢だ、怠慢だ、怠惰だ、うんただ、違う、そうじゃない、これが強さだ俺たち。自分に自信を持つことが悪いこととは、ああ翼くん、翼くん、翼くんがやばい、マジでやばい、翼くんが、運が悪いな。まあヒーリングだな、もうヒーリング一択だ。とりあえず全回復させとかないと。ただもう次は買わせないぞ。どうする、こいつに、こいつに銃撃ってみっか。いや、ノン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 、打開策はこれ一択。ここにチャームでしょ、何人チャーム売れる。よーし、まず一人。まあ弱ってるやつなんだよな、得てして。んそれはいいよ、その荷物は。ハールソンはもう、よし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 、二人もチャームったぞ。よしよし、順調順調。ここに倒せるか。ダメ？ダメかな。ここに倒せるか。ダメか。ダメだ。ダメだこれ。お、誰を攻撃する？素晴らしい。いやいや、まあ、正気には戻らない。素晴らしい、弾力が素晴らしい。これでいい。ノーム、くらえ。どんぐらいくらい？いいよ、いいよ。なんで？頑張れ。ノン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 。頑張れ頑張れ。なん、そっちもいい、そっちも、あ、そっちもいいって。おう、翼くんか、翼くんか、ちょっとやめてあげて、やめてあげてよー、マジでお願いだから。アイスなんとか、これ何これ、あー、オッケーオッケーオッケー、これなら全然いい、オッケーオッケー、全然オッケーです、むしろあり。あ、ちょっと待って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 、お願い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 、お願い、もう一回やりまーす。全然減らねえな。
やっと誰タルタロスってあれタルタロスだっけ俺が戦ってたのランスロットじゃなかったのかランスロットタルタロスなのかあいつはいやー終わったあー疲れたThank you.
さ、他の部屋に王女の姿は。空気を読め。ここは僕に任せてくれ。はっ、いい声だ。姉さん大丈夫かい。私をどうするつもり。どうもしないよ。どうするって、僕は姉さんを迎えに来たんだよ。近寄らないで。姉さん、私はバレリアの君主ベルサリアよ。あなたの姉さんじゃないわ。いや違う、あなたは僕の姉さんだ。そうだな。ずっと一緒に暮らしてきたじゃないか。血がつながってなくても、あなたは僕にとってたった一人の姉さんであることには変わりない。嘘。じゃあどうして私を置き去りにしたの。どうして一緒にいてくれなかったの。姉さんってずっと一緒にいる存在じゃないだろ。置き去りにしたわけじゃないよ。ただ僕にはやらなきゃいけないことがあっただけだよ。戦争がそんなに大切なことだっていうの。戦争を終わらせるために僕らは戦っているんだ。そうだな。そのためには姉さんの力が必要なんだよ。ひどい。なんで。あなたも暗黒騎士団のように私を利用したいだけなのね。お前、暗黒騎士団に利用されてるって気づいてたのか。違うよ姉さん、僕はそんなつもりじゃない。このままだと姉さんはローディスの操り人形になってしまう。さあ僕らと一緒に行こう。僕らとなら姉さんはバレリアの真の王になれるんだ。私は王なんかになりたくない。なるほど。なのにローディスもあなたも私の力を利用しようとするのね。取ってつけたような力だろう。平和のために使えよ。もうたくさんよ。ヒステリックだな。姉さん落ち着いて。いいのよ。ごめんね。姉さん。誰か来てくれ。確かにバルバスは口ほどにもなかった。ただ重要な戦力だろう。そんな無限にしていいのか。いやー、いやー、結局二人失うことになった。くそー。
血はつながっていなかったが、本当の姉のように慕ってた。それはもう間違いない。家中、そしてみんなの父だった。バレリアの父を失った。神父がいない。鬱になりそうだ。